名古屋ドームからお伝えしてまいります。中日ドラゴンズ対横浜 DeNA ベイスターズの一戦です。解説は西俊久さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。西さん、まもなく試合が始まるわけですが、現役時代は西さんは試合前必ずやっていた何か準備というのはあるんですか？特にはないんですけども、やはりあのピッチャーの資料をよく見るということですかね。なるほどね。やはり準備万端に越したことはないということですよね。バッターは2番に入っている筒香。ピットでランナーを1塁に置いています。先発ピッチャー松坂、そしてキャッチャーは木下。このバッテリーをベイスターズ打線がどう攻略していくか。西さん、このあたりいかにピッチャーを打ち崩していくかも注目ですよね。打線が機能すれば相手ピッチャーを攻略するだけの力を持ってますからね。そうですね。その打線は機能してくるんでしょうか。注目です。彼のクイックは速いですから、走るならそれも計算に入れて。打ちました。いい当たりだ。伸びていく。どうだ。入れば先制。入った。ホームラン。先制のツーランホームランです。ベイスターズ、ドラゴンズ痛い一発を浴びています。ドラゴンズ先制を許します。2対0になりました。いや、完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね。残念ながらドラゴンズ敗れてしまいました。赤星さん、今日はなかなか勝機が見出せないまま敗戦となってしまいました。まあそうですね。ただこういう負け方の方が案外選手は気持ちを切り替えやすいんじゃないかなと思いますね。ああ、そんなもんなんですね。次の戦いに切り替えてほしいところです。勝った DeNA ベイスターズ、大きな今日は勝利になりました。一方のドラゴンズですが、痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームはドラゴンズ敗れてしまいました。今日の解説は